こんにちは。アマゾ輸出サポーター、堀秀夫です。私が輸出サポートで実現したいこと。奴隷解放宣言。私が物販ビジネスのサポートを始めてもう10年を超えます。本も2冊出版しました。2010年に輸入ノウハウの本。2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。 およそ30回も転職を重ねた秋っぽかった私が、なぜ10年も物販サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。誰かが私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思う、その人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。 何人かの社畜を救いたい。その願いは叶って何人かの人は社畜から脱出済みです。誰かが喜んでくれて私も暮らしていけるなら副業サポートを続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上物販ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば自由に暮らせます。これはアメリカのナパバレー。 オーパスワンというワインを作っているワイナリーの貯蔵庫セラーです。そしてオーストラリアアマゾンのオーストラリアシドニーシドニーには毎年行っています。ギリシャのアテネ、バリ島、中東のドバイ、まあ、こういったところを旅行しながらアマゾストのサポートをして暮らしています。 通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかりますところがアマゾンを使えばわずか半年で結果が出ますやることは買い物した商品を高く買ってくれる人に売るたったこれだけですシンプルな内容ですし日本で仕入れて伸び盛りのオーストラリアマゾンで販売すれば半年で自力で稼ぐスキルが身につきます日本人なら自力で稼ぐ力を身につける必要があります 輸出スキルのない日本人には厳しい未来が待っています。好景気は来るのかこの総人口の推移、見事な右肩下がり。日本の人口は右肩下がり。日本で物が売れないのはアマゾンのせいばかりではない。ビジネスモデルが悪いだけでもない。市場が小さくなれば売り上げが下がるのは当たり前。また年金で暮らせるのか 年金では老後2000万円不足と、2000万円で足りんのかという話はあるんですけど、どちらにしても、もう年金はね、えー、老後暮らせるか、いくらもらえるかという問題ではなく、年金制度が存続可能か、その問題になっています。景気悪い、年金もらえない、じゃ資格でも取るかと、ね、資格も悲惨な状況です。弁護士資格を取ったら人生変わるのではということで、弁護士資格を取ってどうなるか。 弁護士資格を取ったところでも、えー、所得は上がりません、ね。大変なだけ。所得上がらない。弁護士の給料半減、年収200万、300万も当たり前と。ね、これはもう資産ですね。日本最難関の資格、弁護士資格も所得を上げる効果はほぼなし。勝負する場所を日本に限定すると、優秀な人でも生きるのに必要な額を稼ぐのが難しい。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。 輸出ビジネスの魅力私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。 今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけてそれを突き詰めるのが成功率の高い稼ぎ方です。だから日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。何人かの社畜を救いたい。 その願いをもっともっと叶えいたいです。社畜の意味がね、会社の買い物、会社の買い物、まあ、家畜と一緒、ね、会社の畜産物、羊、もう一つ実は意味があって、社会の羊。何しろ、安いものを見つけて高く売れる場所で売ると、このスキルを身につければ。 どこで暮らそうかなというところまで自由になります。会社を辞めるというところからさらに一歩踏み込んだところも可能です。まあ、そこまでやるかどうか別としてできるようになります。